それでは渡辺明准教授にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺准教授の専門分野について、はい、まあ、少しお伺いしたいと思うんですけど、まず社会学、はい、ということで、これは具体的にどんな分野なんでしょうか。社会学は今いろんな説明をする先生方がいらっしゃるんですけれども、まあ、基本的に、人と人との、まあ、相互行為、まあ、関係ですよね、コミュニケーションであるとか、そういう、側面を、観察する、うん、観察して、そこから導き出された何らかの規則性、のようなもの、うん、その規則というものは、社会の中でどのように、動いているのか、ということを、まあ、観察するあるいは研究する、もう一言で言うとこれですね。人の移り変わりというか動きというか、はい、そういった、まあ、心理状態というか、心理とはね似て非なるものなんですよね、はい、うん、まあ、そういう意味では、他の経済学とか法学とかとも、だいぶ違ってくる感じですね。あの明夫先生のもとで、サブカルであるとか、はい、オタクであるとか、はい、まあ、そういったところの分野を深く掘り下げていった経験があるんですけど、はい、そう思ってですね、五木さんの、当時の卒業論文も、はい、持ってまいりました。まさか持ってくるとは題して燃え論ですからね、はい、内面的に見るオタクの形成過程という副題も、ついてるんですね。そういった分野も研究できるということなんですかね。まあ、身近なところで言うと社会学というのはそういうところも勉強できる。なんでもあり。なんでもありですね。で、それこそ、そうしたサブカルチャー、まあ、その中に含まれるアニメ、であるとかですね、漫画であるとか、サブカルチャーですね、ラノベであるとか、ライトノベルであるとか、そういうものも、ですね、素材として使いますし。スーパーでの、ね、おばさま方のですね、井戸端会議から、あるいは戦争、難民といったですね、挙手的な、ですね、状況までもテーマになります。ということは、とてつもなく社会学というのは広いですね。広いんです。人と人とが関わる、ジャンル、のものであれば、それは社会学研究、社会学的考察ができるんですね、うん、ただし、まあ、いわゆる法学であるとか経済学、うん、法学だったら法律を対象してますよね、うん、経済学だったら、まあ、経済の状況であるとか、あるいは流通であるとかね、そういうものをテーマにしますけれども、社会学ってテーマがないんです。テーマがないというのは、社会学に重要なのは、その、研究対象をいかに、調理するか、その方法と、あるいはそれまでと違った視点で、捉えるという視点の問題、うん、この2つなんですね。どちらかというと、そうした、何を、こうした対象目的にじゃなくて、こうした対象を研究する視点や方法が重要なんです。同じ分野にしても、いろんな視点、いろんな考え方で、まあ、答えが違ってくるというか、考え方が違ってくるとか、そういったものも社会学の一つ。そうですね。従来の例えば他の社会科学系の、ですね、成果をまた違った視点で見るというのはよくやる、方法ですね。特に重要なのは、先ほど、人と人との関係を研究すると言いましたけれども、まあ、人間集団、まあ、社会ですよね、それは一人一人の個人が、例えば100人いたら、ね、100人の、のみのですね、まとまりの考え方じゃないんですよ。そこから新たなものがたくさん生まれてくるというですね、そういう考え方が重要になってくるんですね。そこがまた一つの社会学の面白さなのかもしれない。特にやっぱり面白いのは、人間集団、というのは、私たち一人一人の、まあ、夢や希望や意志や欲望、願望、
というものとは全く関係なく、あるいは全く逆の、現象を引き起こしてしまうという、まあ、そういうあの意図せざる結果っていいますけれども、そういう、発想なんですね。例えばゆるキャン、漫画でもありますし、アニメでもありますし、今実写ドラマもあるこんなヒットして、あそこにあの姉ちゃんというんですよね、姉妹、はい、知ってる、知ってますか。まあ彼女は何ていうかな、他のメンバーたちと違って一人でキャンプをするって非常に好きじゃないですか、はい、いわゆるソロキャンプってやつですよね。なぜ、まあ、一人で、キャンプをするかといったら、それが彼女がそうした慣れ合いを嫌って孤独を愛するってことだったわけですね、うん、その後にね、あの仲間と共に一緒にやる楽しさを知ったけど、基本は孤独が好きだから、はい、それをキャンセル。でもね、そういうのっていうのは孤独が好き、一人でキャンプする、あるいは一人で山登りするっていうふうにね、心理学的には分かるんですけども、あのみんな例えばゆるキャン見て、あ、僕も忍ちゃんみたいなタイプだからソロキャンしようって言ってですね、海に山に水が出てキャンプ場に、はい、大量にソロキャンパーが押し寄せたら、はい、孤独を楽しむ、まあ、ついてるのに結果一緒になる、もうあのその人の意思とは関係なくなっちゃうんですね、うん、集団になっちゃって、そうした視点をやっぱり社会に重視したい、なるほどというふうに思うんですね、と思ってますし、その考え方っていうのを、あるいは方法ですよ、そういったことを踏まえて、実際に学生さんとはどういった授業をしたの？社会学の場合だったら、あの、まあ、実際にさせるさせないが別としてですね、例えば、うん、君たちの、友達と会ったら、そして、相手が話しかけてきたら、それの意味を、全て取りなさい。例えばね、あの向こうからね、友達、うん、ああ調子はどうって来たら、調子、何の調子だろう、勉強会、お金の関係会、それとも、体調会、あるいは彼氏彼女ができたこと会とかですね、聞き続けるんですよ。そうすると最初はまあ不安な顔してるんですけども、しまいに怒っちゃうんですね。なんで怒るの、いろいろ聞かれちゃうから、聞かれちゃうということは絶対その前提として意図されないことじゃないですか、そうやられるって。普通ね、調子どうって言ったら、ああ、うん、まあまだねとかですね、ぼちぼちでやんなとか言っちゃうんですか。でもそうした一種は、お約束を破ってしまうということに人間は非常に不安になる。不安ってなぜかっていうと、人間コミュニケーションの中でもうすっごく普段意識してないようで、もうすっごくたくさんの規則の中で、生活をしている、あの社会的相互交際と言いますけどもね、をしているんですよね。だからその規則を破っちゃダメなんです、秩序が崩壊するから。社会学のその大きなテーマとしては、その、社会的秩序がいかにして維持され、再生産されているか、そうした点が実は、日常生活も、ね、単なる挨拶なんだけども、そうしたことの積み重ね積み重ねで社会っていうのはなんとかかんとか維持されてる。だからそれを、秩序を破るものとして例えばそういうふうに、日常生活安定してるもんだなというふうに思ってたものがちょっとしたことで崩れてしまうということを、学生さんたちに分かってほしいですし、まあ、そういう形の資料をね、たくさん出しています。普段、まあ、人として当たり前にやってきたことをそういうの学びとして捉えられると、学生さんも驚く場面っていうの結構あるんじゃないですか。あります。日常生活ってすごく硬い、ね、盤石な土台の上に立ってるっていうふうになんかみんな思ってるんですよね、そして私たちの、見るもの聞いたもの、それを理解することは全て常識であり、そしてそれは他者と常に共有しているというふうに捉えがちなんです。だけども考えてみたら、国も違えば
時代も違う、うん、あるいは、ね、家族構成とか、あるいは所得とか職業とか、それは全然違う人間が一緒にいるということが、そうしたですね、違いというものですよね。違いというものがあんまりわからない、うん、その違いがちょっとしたことで、あ、こうなんだっていうことわかる、うん、社会調査っていうのもやっぱりそういう視点があるんですね。その方法としてやっていくということですよね、うん、まあ、アンケートね、うん、そういうものはあるとともに、ね、じっくり一人の方にインタビューするね、一つでしょ、はい、うん、そういう人間の生活の上で会話であるとか、そういう一挙手一投足というか、そういう何気ない挨拶であるとか、そういったところからも何かこう研究材料となるというか。ああ、そうですね。それ先ほどね、やっぱり方法っていう言葉をね、キーワードとしてありましたけども、いろんな方法やるんですよ、うん、例えば先ほどの、まあね、友達と会った時に反対のことを言えとかですね、そういう方法もあれば、あるいは会話をレコーディング、レコーね、テレビレコーダーとかでずっと撮って、それで分析するっていう、日常生活の中で変わらない会話ってあるじゃないですか。変わります、あります。例えば、男子学生と女子学生がおしゃべりして、普通にやってるよね、例えば大学のサークルの話とか。そういうのを普通にやってる場合ではありますよね、はい、それで録音するんですよ。そうすると様々な質問に見える。社会学ではそうした録音したものをですね、綿密にですね、その書き込む、教示的にというかですね、それを言うと明らかに分かるのは、女子学生の相槌とか、あ、そうよねとかね、あるいは話を、男子学生の話を継続させるっていうパターンなんですね。非常に見られるんです。それに対して男子学生が何か無言の状況とか、あるいは非常にタイミングの悪い相槌の打ち方とか、そういうものを文章化するとですね、5秒無言とかですね、そういうものが出てきて、それで結局、それまで女子学生が喋ったのってたのが喋りづらくなって、それで自分のテーマを男子学生に持ってくる、分かったんですよ。これね、不思議なことで、女子学生も男子学生も録音して聞かされるまでそういう状況だって全く気がつかなかった。この中にいわゆる男女の、まあ、差別というのが、日常生活の中で繰り返されてるっていうのが分かるわけなんですよね。まあ、少しまとめますと、はい、自分の視点で人間のことをどこでその研究対象とするか、そしてどこを問題するか、テーマとするかと自分で考えて、そのトライアンドエラーを繰り返していって、そしてサブカルやオタクのことを学びたければ渡辺明夫先生のところにということで、うん、はい、ぜひ学生の皆さん、ご一報いただければと思います。渡辺明夫准教授、今日はありがとうございました。ありがとうございました。